さあそれでは水戸ホーリーホックの予想スタメンを見てみましょう。予想フォーメーションです。ゴールキーパーが山口瑠衣です。ディフェンスは右サイドバックの今日村田浩一、6試合ぶりの先発持ってきました。センターバックが楠本と鈴木、左が大崎、ダブルボランチが平塚、そして前節途中出場でデビューをしました高岸が今日プロ初先発です。右に森、左が椿、ツートップが木下と梅田という感じになっています。さあそれでは徳島です。徳島ボルティス、こちらも前節は2人交代ということになりました。ゴールキーパーがホセ・アウレリオ・スワレス、ディフェンス変わらず藤田と内田、阿部、新井です。ワンアンカーに桜井、インサイドハーフインテリオールに小玉、そして今日和田が2試合ぶりですがスタメン戦復帰です。右に今シーズン意外なことに初先発の杉森、ルヴァンでは2ゴールを挙げました。左にキャプテンマークをつけます西谷、ワントップがムシャガ・バケンガ、ちょうどセンターアークのところです。今度は中でヘディング、バケンガクリアです。さあまだボールは取っている徳島、児玉から、これはちょっと中途半端なロビングボールになってしまいました。逆にこう徳島の方がそこまでのボールは持つんですけど、やっぱり、はい、まだ怖さっていう意味ではそこまでのところはまだ出せてないかなっていう人ですね。大崎が上がってきました。真ん中木下待ってます。さあ落としてここに椿が行って、このボールはボールがこぼれて村田シュートだ。ちょうどよく自分の前にボールがこぼれてきました。まあ、ご覧のようにここまでシュートが徳島2本、水戸は3本、パスは徳島がご覧のように倍以上回しています。支配率も 68% 徳島。さあ木下です。自分で持って入っていって打ってきた。まあ、これも良い守備からボールを奪ってカウンターですけれども、梅田の守備からでした。はい、もう自分がこう決めて、まあ、クロスでも頭も当然高さも強いですし、ヘッドもいいですからね。はい、まあ、今みたいなこう流れていくような形も持ってるのもいいですね。はい、ここは笛、児玉が倒れていますが大丈夫でしょうか。今日プロ初めての先発で30番の高木健信、中央大学から入ってきました。あー一発だ。お、一発レッドです。前節デビュー、今節プロ初先発ですが一発レッド。これは常に行ってしまいました。徳島の方に選手交代があります。杉森に代わって藤尾翔太を入れてくるようです。まあ、藤尾は昨シーズンは水戸でプレーをしていました。水戸で8ゴールをで、今回も徳島に期限付き移籍ということになって、まあ、オリジナルの所属がセレッソ大阪です。もう相手がこう動かしたところをに対して寄せていくと、はい、自分たちからこう限定してこう奪いに行くということではなくてですね。ですから呼び込めという秋葉監督の声だったんですね。はい、白井から中、どうかヘッド、おっと後ろから西岡、ナイスボールですね。白井、素晴らしい。はい、ここはよくついてきました曽根田。内田から中へのボールヘディングシュート、渡井、いいボール入りました。このボールの内田の精度、クロス良かったですし、まあ、パワー持ってこの渡井も入りましたけど、ここ内田から中シュート、白井です。お、足元を収めて藤尾、桜井、いや、なんとか水戸の守備もこう踏ん張ってるって感じです ね。ファーサイドかか手上げてます。いいところ、白井フリーで上げてきて中、馬券が後ろ、藤尾だ、来た、入った藤尾、89分、がっくり膝を落としました。水戸イレブン、ここでまずね、フリーになれたのが大きかったと思いますね。はい、いや、見事なヘディング。やっぱり藤尾のプレーでいいのは、はい、ポジショニングももちろんそうなんですけど、ボール蹴る瞬間にこう動き出すんで、マーク外れるわけなんですね。はい、それずっと動きすぎちゃうと相手のマークって外れにくいんで、うん、この辺がやっぱり彼にボールさえ入れば、
大崎を送って安藤前を抜けるか、うん、さあここはプレスをかけに行きますがクリアです。藤尾のクリア、いや藤尾シンプルでいいと思いますね徳島は、はい、今度は山口からロングボール中に入っていく安藤落として、さあシュートどうか、シュートを打った時これが3試合目の出場でした。これゴールキーパーから長いの入ってこのセカンドボールをすぐに拾えたっていうところね、この拾ったのがドギですから、そうですね、もう山口もここお互いこのシンプルにやらなきゃいけないシーンなんで、時間考えても安藤も強かった、安藤がしっかりヘディングでねこれ落としてるんですよね、はい、でもこれさすがのスアレスも驚いたと思いますし、はい、コントロールしてからやっぱり周りの動きもあったんでちょっとディフェンダーも動いたと、うん、その一瞬の隙をもう捉えた見事なシュートですね、はい、5分になります追加タイム、これがラストプレーになるかもしれません。ヘディングどうか、カカ落として、ここで試合終了。ケーズ電機スタジアムは拍手に包まれました。追いついて勝ち点1ゲット、水戸ドヒゴール。いやー最後の最後、勝利勝ち点3が滑り落ちました。徳島